はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はストレイキャットドアーズ2やっていきたいと思いますが、ちょっとね、今回は新チャプターではなくちょっと、本来はこの岩のアーチみたいなのに行くかなと思ったんですけど、ステージ1からずっとおまけステージをほぼやってないんですよ。というわけで、ちょっとこの辺を片付けていこうかなと思います。コガエルを探そう。コガエル、ちょっと待ってね。ここにはいない。さ、前の状態だとここの影に隠れてたんだよね。いないっぽい。いるやん。違う。あれ？前は滑れなかったのに。この辺？あ、違う。ここはコガエルじゃないんだ。ん？いない。こっちに逃げてったよね。まだいませんか？いないっぽいな。いる。ちょ。なんでやねん。今度こそ。違った。いるー。絵本が欲しい。お子さんは絵本が欲しいそうですが、絵本なんかあったっけ。おや、あ、くれた。行き過ぎた。あれ、どこだったっけ。ここちゃった。どこだっけ。あのビヨビヨのおもちゃこれなんて言うんだろうね。乗るとビヨビヨってなるやつ。はい、あ、これで OK。 はい、やったどうするかな。1の2をやっていこうか。コガエルを探そう。あ、続きって感じね。まずは全体を見る。
いない。いる。そっちね。ここは関係なかったか。関係なかった。あ、いる。いるけど、ボートに乗れかな。はい。うん。ここかな。で、なんかハートもらった。はい。これ早かったかな。あー、ちょっと。はい。クリアー。イエーイ。お、服もらった。衣装替えできるね。着替えてくるかな。服もらったしね。間違えた。あ、でも部屋が1個空いてるんだ。多分ピグメントが足りないよって言われるんだよ。どうしようかな。新しくもらったのこれか。いっぱいあるけどね。どう？クリアすると増えてく感？この辺にしとこうか。着ぐるみっぽい。うっかりすると全身タイツっぽくも見えんことはない。よし、じゃあ3やろう。1の3。なかなか凛々しい顔の子ガエルだな。さあ今回は初手見つけるのがね、結構いるー。どこじゃ、後ろにいない？気のせいか。こっちに来たような気がしましたが、気のせいですかね。違うな。ないぞ。逃げる方向はあんまり関係ない。ん？やっぱりいるよね。いや、いるよ。錯覚じゃなかった。どこじゃ。いや、間違いなくこっからこっちのどっか
やっぱいるよね。なんかちょっと見えてるなと思って。の間違えた。さすがに一回探したとこにはおらんと思うんだが。ん？普通におるけど。木の棒が欲しい。おっといる。いつもくれるこのリス？ハムスターの親子。はい。はい。やったね。もうワンステージでクリアかな。イエーイ。エアコンクリーニングしたいな。コガエルを探そう。あ、これは最初のことそっくりな子だね。さあ今回も葉っぱが落ちてる。あ、ちょ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 、あ、なんだ。ここは特に何もないかな。そっちか。ここはもう、あ？いるよね。なんか反応がす。どこだ？いるー。目立たないとこにいる。んー、どこだ？あ、いる。メダル。ハムスターの親子は、あ、こちらにください、メダルを。ありがとう。あれ、クリアってか、あの、渡したらクリア。はい。コンプリート。お、服もらった。どうしようかな。ステージ2の方をやってしまうか。あ、2どこだっけ ?2 ここか。ちょっと服着替えてこよう。ね、何がいい？家着っぽいやつ。どれも部屋着っぽくないな。みんなお出かけ着。
お出かけ着だ。部屋着、それこそこの着ぐるみだよね。部屋着。白とかがいいかな、部屋着。よし。へい。ちなみにね、この窓辺の鳥さんからプレゼント受け取れるんだけどね、あの CM 長いんでね、 CM 見るの長いんで、ちょっと受け取るのはもう録画外で受け取る。よし、じゃあステージ2やっちゃうか。いきまーす。おまけを遊ぶ。あ、これも全然やってなかったんだ。1個ぐらいやってあるかと思ったら違った。お皿を探そう。これお皿じゃない？お皿。はい。お皿。あった。ぬいぐるみだと思って普通に触ろうとした。お皿。お皿落ちてる。これはお皿だけど別に回収できるやつではない。これなんだろうね。ティー。これは関係ないか。意味ないかな。2階行ってみようか。これ普通に並び替えてあるね。もうここにあるお皿じゃない？あの台所に戻すのかな、多分。あ、あとなんか、ちょっと待ってよ。ここに乗せるのか。はい。で、キッチンに行けってことかな。あ、手を洗ってね。よしよしよし。ですよね。あ、手じゃない、お皿を洗ってね。で、洗って並べる。なるほど。お皿を並べたよ。はい。イエーイ。2-2。フォークを探そう。フォークの方が形が見えてる、見えてる。はい。一応上行ってみるか。
見えてる見えてる。他ないかな。一応お皿見てみる。特にない。ある。メタな推理をすると、二つ二階にあったから、一個は台所なのでは説。持ってる。こう、こう。はい。で、一回洗ってこいってことかな。お皿と一緒に洗えばいいと思うだが。4本の綺麗なフォークが出来上がりました。なんかテーブルのこっち側からしか多分乗せれない。あーっと待って。はい。イエーイ。お、服もろうた。あ、かわいい。冬、秋冬っぽいね。いいね。もうちょいやるか。2の4までやってしまう。カップを探そう。へい。カップが4ついるよ。見えてる。とりあえず上行ってみようか。カップはここにはなさそうかな。今一瞬ペンギンがあったね。普段現れなかったところに捜索マークが出たら、探してねマークが出たら怪しい。あ、見えてる。ここ。へい。三つあったから、おそらくもう一個は、下かな？あれ？今たまたまだけど。あと一個だから、台所見てみるか。ある。なぜか一回あっちに持っていかなきゃいけないんだっけ？1234と4つ揃ったよ。あとはキッチンに行って洗うと。このね、食器とかをね、しっかりとまめに洗うことの大切さを教えてくれる、そんな素敵な動画ですね。でもあれ、ちょっと立たない、椅子を使わないとさ、背が届かないレベルの小さい子に食器洗いは結構危ない。やってもらうのはいいけど。イエーイ。
ここで終わりかな。2の4。あ、そう。いちごを探そう。おや？なんかあるぞ。今んとこ1個しか。あれ持ってない？クマさん？クマさん持ってるよね。一回台所探してみるか。あるね。届くかな？届かないね。なんかいるな。一回乗る？いや、乗っても届く扱いにならんな。なんか棒状のものが必要でござる。なんかないかな。2階にあるといいな。いちご。あれ？今すごい、ごめん、適当に押しちゃった。何だったんだろう。謎は何だったんだ。ごめん。あ、傘があれば届くね。じゃあ。傘を使って取るよ。あ、傘の先とかちょっとあんまりちょっと綺麗じゃないかも。みんなよく考えてくれ。小学生の時とか傘の先どうしてた？傘を使ったたんで持っている時、空中にちゃんと浮かせてましたか？そんなわけがない。地面に多分ついていたに違いない。人によっては傘でチャンバラをした人もたくさんいるはず。あれ、まださ、そこらの傘はいいとして、あ、でも高いのもあるけど、そこらの傘はいいとして、学校指定の傘ってあったと思うんだけど、これ学校によって違うかもしれないけど、学校指定のね、黄色い蛍光色の傘があったんだけど、多分あれそこそこするんだよね。さて、並べるよ。へい。というわけで、今回はここまでですかね。おや？え、なんだなんだ？ちょっと、ぬいぐるみの口の周りにさ、というわけで今回はステージ2のおまけまでクリアということで、次回はステージ3、4のおまけの方をやっていこうかなと思います。ちょっとおまけが続きますけど、ステージ3、4、5、6までやったらこの岩のアーチのステージに行きたいかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。